これパッケージのイラストがなかなかねかっこいいんですよね。ガンプラ制作動画を投稿しています、ガンプラ団です。バルバトスついに発売されたので、買ってきました。ですね、こんな感じの、パッケージのデザインになってます。なかなかねこの箱のイラストがかっこいいんですよね。こうガンプラの箱って最近というか、まあ黒っぽい箱が多いじゃないですか。まあ宇宙空間がバックだったりとかっていうのがあるので、なんとなくこう暗い感じというか黒っぽいデザインが多かったんですけども、このバルバトスはねこうちょっとこう白っぽいっていうか、こう土煙がねガーッと舞ってるようなこのね感じのデザインは非常に好きですね。いやーかっこいいですね。あれこのパッケージいいっすね。うん。それであと最近の、まあ、マスターグレードって結構箱が広くてこう薄い感じが多かったんですけども、今回はねこう分厚いんですよ。箱分厚ってもう本当にね こういう分厚さですよ。なんかねやっぱりこのね箱のね厚さをね見るとね、やっぱこうパーツがおそらく細かくね分かれててかっこいい感じなんだろうなっていうのがちょっと期待させられますよね。ちなみに横はこんな感じですね。完成図こんな感じで、フレームの、感じもまあ結構アニメの設定と同じような、フレームの感じですよね。で反対側は、武装の、写真になってますね。ちょっと前に作った HG も、まあ、可動範囲とかがすごかったので、さらにこう可動範囲が多分すごいことになってるんじゃないかなと思います。まあこの辺のねこういうポーズを見た感じでも、まあ、可動範囲のねこう自由度の高さが伺える感じではありますよね。それでは早速開けたいと思います。よいしょ。やっぱり思った通りパーツぎっしりですね。この厚みの箱に対してねこう満タンに入ってます。いやあ、今回もまあ、ピンク色の部分ですね、あのマークの部分はやっぱシールで表現されてますね。あとこれフレーム部分だと思うんですけども、ちょっとこうなんていうんですかね、ちょっと光で見えにくいかな、この辺の感じは、ちょっとこうくすんだゴールドなんですよね。この辺はフレームに貼るんでしょうかね。なかなかこう今までにない色の、シールがついてます。中身全部出してみました。それでまあパーツの量なんですけれども、そんなにすごく多いっていう感じではないですね。まあ、マスターグレードとしては一般的なパーツの量なんじゃないかなと思います。それで、説明書はパッケージと同じこういうデザインですね。それでは、少しめぼしいパーツを、こう袋から出してみたいと思います。とりあえず一部分だけですが、袋から出してみたんですけれども、なかなかね今回ちょっと面白いですね。で、こちらですね、ガンダムの、まあ、トリコロールカラーみたいな感じの色ですけれども、まあ赤と青と黄色、そして白、まあ基本ベースのカラーだと思いますが、こんな感じですね。でこう白い部分に関しては、まあ普通の白ですね。あの黄色っぽかったり青っぽかったり緑っぽかったりっていうことがなくて、もう本当に真っ白な、パーツになってますね。こんな感じになってます。そして、フレーム部分とかあと武装の部分とかも同じ感じなんですけども、こちらのパーツ、これは黒ではなくて、ちょっと茶色がかったこう艶消しっぽい黒のパーツですね。まあ、黒というか焦げ茶色みたいな感じのパーツになります。そして、これはパーツの、まあ、足の部分の一部とか、そうですね、まあ、肩の部分の一部とかなのかな、真っ黒のパーツがあります。こんな感じですね。それで、面白かったのはこの緑のパーツです。でこちらはどこのパーツかというと、まあ、形を見たら一目瞭然ですが、こう顔の部分、しかもこの目の部分のパーツになりますね。でこう普通の緑のパーツなんですね。で多分組み立てたらこの目の形の部分だけが露出してこう緑色になるっていう感じだとは思いますが、今回ここのパーツクリアパーツじゃないんですよね。でちょっと前もですね、確かクリアパーツじゃないモデルが
何だったっけな、これも HG のバルバトスとかでしたっけ。ガンダムだったかな、オリジン版のガンダムだったかな。ちょっとちょっとたくさん作ってるんで記憶がこう曖昧にはなってるんですけども、特別こう電飾とかですね、目の部分を光らせるっていうことでなければですね、こういった色付きのプラの方が、作る方としては作りやすいんですよね。シールを貼るっていう方は普通にこの上にシールを貼ることができますし、塗装するっていう方は別にこのまま塗装すればいいの で今回はシールも付いてないので、ちょこのままですね。なので、塗装あんまりやらないっていう人は、ちょっと肩透かしを食らうかもしれませんが、ここにね光沢スプレーパッとかけるだけでも結構違うと思うので、あんまりね塗装をやらないっていう方でもここをちょっとクリアにする感じっていうのをやってみてもなかなか面白いんじゃないかなと思います。ちょっとねやっぱシール貼るとね、なんかねシール貼りましたっていう感じがして、ちょっと僕は、ね、最近は全然この目の部分のシールを使ってなかったんですけども、今回はもうシールが付属してないという状態なので、なかなかねバンダイさんもちょっと方向性、この目の部分のこう方向性が最近変わってきたなという感じですね。ちなみにシールについてはこのシール1枚ですね、色分けのためのシールで、このピンク色の部分とか、あとこの上の方はですね、このゴールドの色の色分けのシールが付属してます。それで今こちらに出してるもの以外のパーツに関してですね、この出してる部分も含めてガンプラダのウェブサイトの方に画像をアップすると思いますので、気になる方はそちらもご参照いただければなと思います。それで HG のバルバトス、144分の1のバルバトスを作っている時からこの100分の1サイズっていうのはすごく気になってましたので、いろいろ楽しみながらですね作っていきたいと思います。すごく個性的なガンダムなんでですね、多分結構またHG で作ってはいるんですけども、いろいろちょっとこう感動しながらというかびっくりしながら作ることになるんじゃないかなと思います。今回パイロットのフィギュアがついてない。